さて今回はクルーメイトからの王セリフだぜ。ついに来たわ神役職。今回はハエさん主催のハエ村にお邪魔しています。一緒に遊んでくれるのはこちらの方々、ハエさん、ウマさん、アマモチさん、エトセトラさん、アオモスさん、計6人でアモングアスやっていきます。役職構成は、となっております。と、ここでボタンか。したいなかったので安定のスキップだったね。早いとこお肉作ってもらわないとな。せっかくシェリフ引いてもキルを着ないと詰めようないしね。と言いつつただキルボタンをしたいだけの超人シェリフ。せっかくキルできるんだからやらなきゃ損でしょう。少しのアド損も許さないスタイル。まあ6人一郎に陣内行って地味にクルーきついけどね。けどやるんだよな。クルーキルされて5人に人材になって自爆したら PP されて負け格だけどね。それでもやるんだよな。お前が自爆してクルーに迷惑かかるのは覚悟の上で、それでもやるんだよな。ああ黙っちゃったよこのチキンが。だったら見てなよ私がインポスターだけをキルするところ。今のはマリサが悪い。私はこいつの覚悟を聞いただけだ。シェリフのキルボタンはインポスターのそれとは違う。まして5人に人材の盤面になったとしてシェリフが突したらクルーに迷惑をかけるのは事実だから、きちんと精査しろってことでしょ。そういうことだぜ。なんだびっくりしたわ。2人とも喧嘩腰になるから楽しくゲームしないとダメだぜ。けどのんきにしてたらダメなんだぜ。それだけシェリフの引き金は重い。どうしたレイム？俺だけ聞いといてなんなんだけど、マリサはシェリフやったことあるの？ないぞ。なんだったらこれが初めてだぜ。えん、キルするやつ見つかったぞ。そうだね。この試合終わったら真っ先にやるわ。まったく短気な奴らだぜ。しかし何も起きないわね。まあ、平和なのが一番ではあるんだけどね。しかしそれだとどれだかゼロだな。それは困る。そんなレンに異案がある。タスクを一つだけ残してキルを待つんだ。明暗だ。クルーの命をどれだかにしか考えていない超人シェリフ。それまでは誰にも会わないようにして、タスクをやっていけ。タスク残業が終わりになれば、焦ってキルしてくれるかもしれないからな。クルーの命がこんなシェリフに預けられることに、涙を禁じ得ない。ところでレン。今回この村に誘ってくれたのって、誰なんだ？あ、それはこの村の村長の、ハエさんだよ。むちゃくちゃ面白い人でね。気さくでいい人だよ。村長に対するご憂慮を忘れない新人村民。これから楽しいことを、やっていく仲間だからな。大事にするんだぜ。もちろん。そしてキル対象をレームちゃんに変更。いじり方をしくったぜ。いじり方で黒目に見られるクルーの密報。またもや死体はなしと。これはいよいよタスク勝利が、現実的になってきたわね。これは取れ高ないかもしれんな。やだ、取れ高欲しい。そうは言ってもな。お肉作ってくれないことには、タスクも自分の分はあと半分くらいで終わってしまうし。これは本当に、タスク残してキル待ちするしかないか？けどそんなことしたら、取れ高のためにみんなを犠牲にしてしまうし。悩みどころだね。だがレン、本当にそれでいいのか？初参加初試合初シェリフ、こんなメモリアルな時にやりたいことやらないでどうするんだ？そもそもお前の配信者になったきっかけを、思い出せ。何か面白いことがあるんじゃないか。そう、それだ、やりたいことやってみろ。骨は拾ってやる。それで本当に骨になったらただの、クソ雑魚だけどね。まあいいじゃないか。面白いことやって負けるなら、それもそれでいい取れ高だ。おめえはつくけどね。そんなちっちゃいごと気にしてどうするんだ。そのキルボタンをしたいんだろう？お前のそのキルボタンは、ただの飾りか？ここまで言われてやらないって、選択肢はないわよね。もちろん、やってやる。電気室で死体発見です。私は最終酸素ルームです。天持さんをカフェで見ています。ハイさんアドミンの後どこ行きました？最終ストレージ。リアクター前十字路にいたよ。ハイさんが左から右。自主点天持さんだしろ。素直に考えるなら黒市はハイさんが筆頭。時点でエトセトラさんのセルフ。けど、エトセトラさんがインポスターだった場合って、すでに狂人と繋がってる可能性が高い。最終アドミンで天持さんと、見合ってますね。3人全員の左から下に固まっているのか、馬さんがインポスターなら、ハイさん。エトセトラさんを追い越さないと不可能。あっても強人。天野木さんとハイさんが一緒にいたのってどのタイミングでした？いつぐらいだったかな。結構前だったような。酸素来る10秒くらい前です。それはおかしいな。ネットウェイから天野木さんとカフェまで一緒でその後オーツサボってたはず。これはハイさん、エトセトラさん、天野木さんに陣内いると見て間違いなさそう。エトセトラさんがインポスターだった場合、ハイさんが強人、ハイさん、天野木さんに陣内だった場合、どっちを切っても切れるはず。エトセトラさん、天持さんに陣内同士のラインはないから、ほぼ確定で、ハエさんは切れる。よし。ハエさんを切ろう。しかし
取れ高になりそうでよかったな。ほんとだね。何気にハイムラ初参加の初試合でシェリフだったからね。これでハイさんがマットメイトならどっちを黒目に見るの？ハイさんマットなら印象的に天持さんかな。その心は？天持さんがライン繋ぎたそうにしているマットに見えなくもなかった。え？ハイさん直すのか？標準指定されたわね。それもハイさんついてってキルボタン連打のね。ちゃんと詰め切れたのが勝因だったな。とはリアクターでサゴ直したのが確証に変わったね。この動画が良かったらチャンネル登録高評価 Twitter のフォローをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。インポスターか。これからどうしよっかな。青もス3 1行くじゃん。これは絶好のキルチャンスだな。一応下誰もいないか確認して。あれ誰もいない。これあれじゃないか。マットメイト。こんな速さで抜けてくクルーいるか。うん。マットに見えるな。じゃあ適当にキルしようぜ。天持さんだ。キルしてセルフ通報しようぜ。マットメイトいますよね。何？私マットメイトです。スキックしましょう。マットメイトのようだな。ドア示してと。サボはリアクターか？そうだね。スケルドなら時間稼ぎにリアクター安定かな。やっぱやめた。酸素にしよっと。連鎖で。え、あなたマットだよね。え、あれ。どうやらうまくはめられたな。嘘。これはオモスさんがうまかったな。概要欄に他配信者様の URL 貼っておきます。ぜひ見に行ってください。